みんなが政治諦めて、政治を諦めない人たちがこの国をコントロールしてきたんだろうって。コントロールしてきたの誰？政治を最後まで諦めずに自分たちの議員を送り続けた人たちは誰って言ったら、企業側だよって。3割ですよ、3割。3割の、全有権者の3割の票を集めるだけで、企業側が最大限得するようなことを全部決めていかれるんだって。政治に関心を持てない。関心を持たないことによって、自分で自分の首を絞め続けてたんですよ。こんな地獄みたいな世の中になってるって私何も知らなかった。16歳の時から芸能界、そっから一回も経済的にこけたことないんですよ。失敗したことないんですよ。安定してたんですよ。でも自分の周りはどうだったかって、ロストジェネレーションですよ。知らなかった。大学出たらいい会社入れるって、それで安泰の人生だって言われてたような世代ですよ。でも社会出たら違うかった。何が起こったかって、97年に消費税 5% に上げた途端日本の経済傾いたでしょって、世界の通貨危機起こったでしょって。それでどうなったかったら、次の年から20年以上のデフレを本格的に始める年になったんですよ。でみんな就職できないって、就職できなくなってどうなったかって、初めて就いた職が非正規アルバイト。そっからいつ正規になれるんですか。いつ正規になれるんですか。景気が持ち直して非正規になれるのは新卒でしょ。そんな地獄みたいな思いしてきた世代が今も苦しんでんだってことに気づいたのは、僕は大人になってからなんですよ。どうかあなたの力を貸していただきたい。1枚目の投票用紙は山本太郎、2枚目の投票用紙は比例は令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。